でも現実にそれやってたってことだから、そういう一家がいたんでしょうね、一族がね。なんともね、でそのね、伊勢神宮の祀られてる天皇制国家に彼は戦争に連れて行かれて殺されるわけですけど、本当はね、これでこの曲でアルバムを終わらせようと思ってたんですけども、これじゃちょっとあまりにも悲しいなと思って、結局最後の歌は変わったわけなんですけど、その前に彼がこれも軍隊に入る前に書いた歌ですけど、いつ歌ってもなんか古びない、これも詩だなと思います。コロナ禍の今まさにやっぱりこれも当てはまるな。前のアルバムを作った時に入れた歌なんですけど、その時はまあ安倍政権が一番なんとか盛り上がってた頃 でその時に、やっぱりこの歌はすごく、自分でも歌ってて全然、今にぴったりだなと思って歌ってたんですけども、今改めてやっぱりまだいつまでこの言葉がぴったりなのか、この歌詞がぴったりなのか分かりませんけども、ぴったりだなと思います。日本が見えない。 One, two, three, four.